三カドコオロギは、バッタ、メコオロギ科の昆虫の一種。日本、中国。体長15から20ミリメートル。他の多くのオカメコオロギ族と同様、オス成虫の頭部顔面は扁平で、かつ前傾し、さらにその輪郭の左右、髪型、後期の四方が突出し10文字を形成している。また背面から見ると、左右前方の三方に角が出ているように見える。 本種の標準和名はこれに由来する。農耕地や空地、草地などに生息する。出現期は8から10月。キッキッキッキと歯切れの良い声で鳴く。昼間、草の根材に潜み、夜になると出歩いて餌を探す。雑食性で植物の実や葉、小動物の死骸などを食べる。コオロギの中では比較的乾燥した環境を好み、草原での個体数が、 最も多い種である。また、オスは闘争心がかなり強く、同種のオスは元より、自分より大きなエンマコオロギなどにも果敢に挑む。メスの気配を感じたオスは、誘い泣きでメスを誘う。オスの誘いに応じたメスはそのままオスの背に乗り、交尾が行われる。オスからメスに請求が渡されると、交尾は終了する。受精卵が成熟すると、メスは途中に産卵し、 卵は翌年の後から6月に孵化する。孵化したばかりの幼虫は頭部が黄色く、触角が白い。一見目立ちそうだが地面にいると溶け込んでしまう。ありがとうございます。